たま、もらうぜ。今ので最後か。コーブランドめ、敵作りすぎだろ。よし、こいつが発電機だな。撃たれてめちゃくちゃだ。よし、これでいいだろう。いいぞ。動くな。そいつに弾が入ってたら俺はもう生きちゃいないだろう。殺さないで。俺はなるべく女は殺したくないが、お前次第だな。見逃して、何もしないから。やばかった。さてと、地下シェルターでもあるか探してみるとするか。あった、入り口だ。
んだ、地図か、そしてメモ。よし。これはマニュアルか。よし。これは使えそうだ。リーフ、いるか？バイクの音が山のどっかから聞こえてくるんだが。ちょうどコープランドの電波塔を片付けたところだ。塔を登って様子見してくる。少しだけ休むか。よく休んだな。問題ない。ただドリフターの女に不意打ちを食らっちまってな。幸い奴は玉切れだったが。おめえ逃がしたんだろ。ああ、クソ、そうだよ、逃がしてやったぞ。こんなに甘すぎだろ。いつか命取りになるんじゃねえか。ああ、でもどうせいずれは死ぬんだ。原因なんてどうだっていい。またな。クソ、なんて高さだ。よし、ムーザーはバイクの音がって言ってたな。お前の言う通りだ。山に誰かいる。焚き火の煙が見えた。そうか、やっぱりか。どこにいやがる。俺も行く。よせ、ムーザー。まずは腕を直せ。ここを出るんだろう。連中は任せとけ。くっそ、閉じこもってるとおかしくなりそうだって言うか。連中がそっちへ行くかもしれない。起きてるよ。またな。あと少し。よし、もうちょっとだ。なあ、死にそうだ。おい、コープランド、いるか？終わったぞ。電波塔を封鎖して、ラジオの通信も復旧させておいた。了解。ディーゴン、お前には分からないだろうが、秩序を守るためには、ラジオフリーオレゴンが必要なんだ。違うな。秩序を守るには、十分な食料を与えることだ。3日間食わずにいてみろ。愛国心なんて速攻消えちまう。そうか。間違ってることを祈るばかりか。じゃあな。ラジオフリーオレゴンか。復活させんじゃなかった。リーグ、調子はどうだ？役に立ちそうな道具をこしらえといたぜ。そいつはいい。使わせてもらうぜ。後で行く。
ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。この国には路上生活者が多く、アメリカンドリームを追うのを諦め、段ボールで寝起きしていた者たちが、祖国のために戦った善良な市民もいたが、お役御免になるや政府に。捨てられた。 PTSD の意味は心的外傷後ストレス障害じゃない。ポイ捨てされたと申した。それはさておき、今や皆ホームレスだ。大昔みたいに大自然の中で暮らしている。政府の福祉と援助がなければ生きられないと思われていた。どんな見込み違いだったわけ。俺たちに必要なのは強い意志と決意、お互いへの信頼。政府決して与えられないものだ。ブーザー、起きてるか？今山の北側で見たっていうキャンプに向かってる。まあ、銃声が聞こえた。野党のキャンプかもな。着いたら分かることだ。じゃあな。そう思うやつは俺たちの信頼を勝ち取ってくれ。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。ブーザー、見つけた。現場沿いにキャンプがあったぞ。一人のやつぶち殺してやれ。最初からそのつもりだ。じゃあな。
だ。オリアリーザンに近づくからこうなる。ブーザー、終わったぞ。あの野党どもは、これ以上オリアリーザンで暴れることはない。手伝えなくて悪かったな。くそ。まあとにかく休んどけよブーザー。お前の腕が治ったら北に行くんだからな。まあ分かった。じゃあな。出かけんのか。ああ、レオンが盗んだブツを探しに。ちょっと墓地まで行ってくる。なんだって。お前はとにかく休んでろ。回復したら北に向かうぞ。北か。そうだな。お前を置いて一人で北に行くわけがないだろう。まあだよな。だがどうかしてた。ひでえ火傷を負ってるからな。だな。あっちに行くならアルバレスのことも頼む。あいつをフリーカーに渡すな。わかったよブーザー。とにかくお前は休んでろ。どうしたコープランド。薬でイカれた男が来て、いきなり銃ぶっ放して逃げやがった。やつのバイクはタンクが赤い、それに銀色のレース用ヘルメットをかぶってる。分かった。今行けば追いつけるかもしれない。生きたまま連れてこい。生きたまま。ああそうだ、捕まえたら無線で知らせてくれ。やつは見せしめに木の枝から吊るしてやる。法と秩序ってやつをドリフターのクソったれどもに示すんだ。お前には悪いが。エアベースに見つけてやる。おいディーグ、いるか。例の伐採地に行って巣を片付けようと思ってんだ。フリーカーが増えてやがる。おいブーザー、ダメだ。今行ったら死んじまう。ああ、回復するまで待たねえと。ああ、ちょうどその近くにいるんだ。俺が片付けとく。いいな。ああ、わかった。ありがとうな。俺か、明るいうちに始末するか。数は多いが、夜も強くない。
集団墓地、わざわざこんなところに大量の死体埋めやがって、バカ野郎ども。中に入るんだ。
やっぱ電源が切れてるか。開かないな。ガソリン切れか。くそ。